手側の不満は、すべて、中華思想の皇帝、そこ、には集中する。王の権威、それを、否定して消してる結果、表、には利益税がないからだ。裏側を表側に出せばその、問題は打開できるなら？なんで今まで隠してたか？それは避けられない追及。皇帝に、損害の賠償は請求できない。だから、その権利、責任それを対価にする、その時。それでも皇帝は隠し続けねばならない。自身の破滅を避けるために。でも、表側の普通それは、最後は皇帝が判断する、そういう方向で。その辺今も、加計学園とか森友学園、その辺で、安倍首相に問題があったのだ。なぜならマスコミがそう報道してたから。そう信じる意向はある。まだ、皇帝の、それを支持するマスコミ、の、それ、は終わってはいないのだが。削っている、気はする。